方の大井健太郎です。今日本でも新型コロナウイルスの脅威が広がっています。そんな中、自分たちに取り組めることは、うがい、手洗いの徹底、不要不急の外出を控えること、自分たちにできることをしっかり徹底していきましょう。そんな中、医療従事者をはじめ、配送業の皆さん、スーパーで働いてくれている皆さん、命を顧みずに皆さん働いてくれています。そんな皆さんに夜8時に拍手を送りたいと思います。皆さんもぜひ拍手してください。